的に普通の感覚を持ってる男の子なんだなって思います。なんかやっぱ男の子は父親よりも母親に懐くと一般的には言われているじゃないですか。そういう意味でお母さんが恋しいというのも納得できるし、あとその人を初めて殺してしまった回が3回目かなんかであったと思うんですけども、その時にすごくこう後悔をするというか、僕は人を殺してしまってなんてことだと。でも周りの人はあいつら悪いやつらだったんだからいいんだよとは言ってくれるんですけど、やっぱり普通の人間だったらその自分が殺そうと本当に思わずに殺してしまったらすごくびっくりするし後悔すると思うんですよね。そういう意味で言うと戦士というよりも本当に普通の感覚を持った男の子なんだな。すごくこう男っぽい男の人に憧れてるんじゃないかなというか、そういうのになりたいんじゃないかな。なんでその女っぽいって本当に昔からきっと言われ続けていたから、なんで僕は男の子なのにこんなこと言われるんだとか、こんなに男の子なのにって自分では思ってるんじゃないかなって、だからなんじゃないかなと思いますけど、でも私はそう理解して演じてるんですけど、本当に純粋にこうは正真正銘の男の子なのに、あの最初の頃を見ていて私の知り合いの人とかは本当は女だからあんなにムキになってんじゃないのって言われたりもしましたけど、男の子ですちゃんと特になんていうんですか、演じる上で男の子だからっていうことをそんなに意識はしないようにしてるつもりなんですね。まあ、もちろん根底にはあるんですが、とりあえずこうの気持ちの流れを追うことを前提としてやってるんですが、声のトーンをその低めにやってくれと言われたので、その辺で例えば驚いたりとかこうフッとか飛んだりとかするときにちょっと女の子っぽくなっちゃうって言われるようなことがあって、なんかその自分の気持ちはこうなんだ、こういうふうにあるんだけれど、それにある程度声の高さの制限が加わってくるとまたその兼ね合いが難しくて、未だに試行錯誤中って感じですね。早くなんか見つけろよって感じなんですけど見た目はね女の子みたいなんであれですけど、あの俺っていう言うんですよね自分のこと。でも私は女の子なんで、普段でも昔からずっと、まあ、僕ってたまに女の子もいますけど、俺とはなかなか言えない、言う機会がないじゃないですか、こう堂々と。なんですぐに自分のことを俺って言えることとか、あと言葉遣いですかね、なんとかじゃねえとか、そういうことを当たり前に言えることが楽しいかなと思います。喧嘩ばっかりしてるそうな気がしますけどね、あんた生意気なのよ、どっちも譲らない、なんかどっちも謝らないって感じがしますけどね。腹立ってばっかりなんでしょうね。でも可愛くてしょうがないかもしれないです。あんなに可愛い弟がいたら。沖合さんがやってらっしゃるトモカが好きですね。なんかこうチャラチャラしている感じなんだけど、実は発見し、なんか変に、まあ、ひょっとしてこれ以降どうなるか分かんないんですけど、すごい重たいものを例えば背負っていてもそれをあんまり匂わせないところがやっぱ一番かっこいいなと思いますけど、みんなプンプン匂わせまくりじゃないですか、なんか辛いんだとか悲しいんだっていうこと。それの方のが逆に寂しかったり感じるなと思いますけど、ね、恋人にするなら難しいですね。恋人にするなら、あ、でもやっぱり友果ですかね。あ、でも苦労しそうですね。なんか連絡がなかなか取れないとか、あんま大事にしてくれそうな感じはしないですよね。大事にしてくれる人って言ったら誰なんですかね。付き合うなら、恋人にするなら、結婚するならね、ちょっと考えちゃいますけど、ちょっと付き合うぐらいなら楽しそうだなと思います。兄弟にするんだったら従事ですよね、やっぱり、ね、っていうかペットですかねなんか一緒にずっといても楽しそうだなって思います。難しいですね。
観的に全く本当に客観的に見ることはできないですよね、どうしても。でもそういう風に見た場合、世界観はすごく好きですね。ただ登場人物が多いので、その一人一人をなんていうんですか、クローズアップする時間がないというか、なんか掘り下げて本当にこの人がどういう人でっていうことをこう掘り下げていく時間がないのかなと。なんで私が足りないだけなのかもしれないですけど、こう演じていてその人に対してどういう気持ちを持っているのかとか、なんかそういう、なんかそういうことが分からなくなっちゃう時がありますね。その人がどういう人なのか分からないの、いまいち。でも世界観がすごく好きです。そうですね、その人をクローズアップした30分間みたいな、あ、そういうのあったら面白いじゃないですか。8巻出る、売れるかな売れるんじゃないですかね。はい、じゃあいきます。あ、できるかな。なんかこう私不器用なんで、なんでね、そのキャラクターがいないとなかなか見えてないんですけど、いきます。俺は女じゃねえ。ですかね、大丈夫、みんなびっくりしたんじゃない。あ、大丈夫、そう、こんな感じでやってます。